はいどうも皆さんこんにちは、ようつべ先生です。ということで本日はですね、高校数学で習った話なんですけど、線形計画法っていうのありましたね、あれを話していこうかなというふうに思います。で、実はですね、あの話って掘り下げていくと、大学数学につながる、等高線ってね、すごい大事な考え方が出てくるんですね。ちょっと待てよ、ってことなんで、まず流れとしてはですね、忘れてる人もいるかもしれないんで、どういう問題だったかっていうのを含めて、ちょっと線形計画法のやり方、高校の時のやり方っていうのをちょっと解説していこうかなと。で、その時に、ちょっと地形図っぽく等高線でちょっと考えるやり方っていうのを導入して、でその後ですね、2番目、等高線の考え方をちょっと大学数学にどうやってつなげていくのかっていうことで、等高線の応用例とかっていうのを解説していこうかなというふうに思います。はい、ということでですね、冒頭のファボゼロのボケがですね、事案すぎて自粛したんで寂しいスタートにはなってしまうんですけど、その分ですね、番組の最後におまけとして3月ならではのあの曲をね歌っておりますんで、瞳を閉じてぜひ最後まで見ていただければなというふうに思います。ザ・無駄話はこのくらいにしてそろそろ始めよう。高校数学その先の話も。はい、ということでまずはですね、線形計画法でどういうことをやってたかっていうのを確認しておきたいんですけど、こういうふうな問題が与えられたわけですね。x2 乗足す y2 乗が9以下の時に、2x プラス y の最大値を求めてくださいと。で、この1個目の条件のこの x2 乗足す y2 乗が9以下っていうのは、ここが半径の2乗を表してるんで、半径の2乗が9以下ってことは、要するに半径が3の円の内部ってことですね。で、その円の内部で 2x プラス y が最大になるような場所です、どこですかっていうふうに言われてるわけですよね。で、これをどういうふうに解いたかっていうと、2x プラス y っていうのを今 k っていうふうに置いてあげて、k を最大にしようかなと。それで、今これ y イコールマイナス 2x プラス k っていうふうに書き換えれるわけなんで、k が最大ってことは、この傾きがマイナス2の直線の y 切片が最大っていうふうに読み替えることができますよね。ってことなんで、この半径3の円と直線 y イコールマイナス 2x プラス k っていうのが共有点を持つ範囲で k を動かしてあげて、で、こういうふうにたくさん直線引いてあげるわけですね。それを直線引いていって、で、この共有点を持つギリギリの範囲で、なおかつ、y 切片を最大になるような場所っていう風にしてあげると、結局接する場所だよねっていう風になって、あとはこれを y イコールマイナス 2x プラス k と、x2 乗足す y2 乗イコール9っていうのも共有点の話に持ち込むわけですね。で、共有点の話に持ち込んで、y を消去して、例えば x の二次方程式に関して、今判別式が0とかいう風にやってあげれば、接する場合の k っていうのが出てきて、で、その場合の k が最大だよねというふうにやってるわけですよね。で、この時に一つちょっと疑問が生まれるわけですね。今領域内で 2x プラス y の最大値を考えてるって言ったのに、これ y 切片で考えていくと、これ領域はみ出してないっていうふうに、領域の外で最大値取ってるじゃんっていうふうに思っちゃうかもしれないし、あるいは僕こういうふうに思ったんですけど、そもそも 2x プラス y の最大値ってどういうことなみたいな、どういう意味があるのみたいなふうに思う人もいるかもしれないですよね。ってことなんで、そういうのを考えていくと、ちょっと本日のテーマのですね、二変数関数とか地形図の話っていうのに話が持っていけるわけですね。で、どうするかっていうと、今この 2x プラス y っていうのを与えられたわけですけど、これを何かの高さだっていうふうに二変数関数として捉えて、で、これを何かの高さだっていうふうに考えてあげるわけですね。で、そうすると、イメージとしてはですね、今こういうふうなお山があって、その一部を切り出してあげるよと。で、この一部っていうのを切り出したときに、そこの、例えば今、底面に XY 座標っていうのを取ってあげて、そこの座標が1個決まってくると、そこにおける高さっていうのが 2x プラス y で与えられますっていうふうな、そういうのを考えるわけですよね。で、そうして考えてあげると、今この問題文の意味っていうのも分かってきて、この x2 乗足す y2 乗が9以下のとき、この円の内部においてっていうのは、これはなんか地形図があって、そこになんか丸を書き込んだわけですよね。で、その領域内において、2x プラス y、この高さが最大になると、一番高い場所はどこですかっていうふうな、そういう問題だっていうふうに考えることができるんですね。だから、xy が1箇所決まったら、そこの高さなんぼですっていうのがわかるわけですけど、それをですね、全部調べていって、それが結局一番高いところどこですかっていうふうにやっていけばいいんじゃないかなというふうになるわけですね。そうするとですね、ちょっと適席君が来て、いやいや、ちょっと待ってくれよ、静香君。一体どうやって全ての高さを調べ尽くすっていうんだよ、みたいなふうに言われるかもしれないですけど、そこでちょっと出てくるのが、等高線っていうことなんですね。なんで今のちょっと話をまとめとくと、今こういうふうにして、高さをちょっと上から見てあげるんですね。こういうふうな平面を一部切り出したときに、これを上から見てあげると、高さがわかんないんで書き込んでいくわけですよね。
まあ、地形図ってことなんで。ってことで、今、格子点取って、00のポイント、01のポイント、10のポイント、11のポイントみたいなふうにして、まあ、こういうふうに書き込んでいくわけですよ。で、その時のルールっていうのが、高さが xy のポイントだと 2x プラス y だよってことなんで、まあ、例えば11のポイントだったら、2たす1っていうふうにすれば3になりますよね。ってことで全部書き込んでいくわけですよ。で、それだとあまりにも非効率だから、これで例えば、ここに円書いたとしても、まあ、大体6くらいが最大なのかなくらいしかわかんないわけですよ。で、それだとダメだから、じゃ今度等高線を考えて、線で見ていこうかと。同じ高さの線で見ていけば、それの方が効率的なんじゃないかなっていうのはわかるわけですよ。で、それでやっていくと、まあ、例えば今2メートルごとに引くんだったら、高さが2の場所ってこう、2x プラス y が2っていうふうにしてあげると、結局これ直線になるわけですよね。で、それで、2x プラス y が4の場所とか、6の場所っていうふうにやってあげると、まあ、こういうふうな等高線。まあ、こういう風な等高線が得られて、それが結局このたくさん引いてたわけわかんない 2x プラス y イコール k っていうこの謎の直線だったんじゃないかっていう風になるわけですね。で、そうするとですよ、まあ、ここでもう一個分かってくるのがあって、今これ y 切片に注目と。で、さっき疑問のところで、領域外で y 切片で最大値取るってこれ大丈夫なのみたいな風に言ったと思うんですけど、あれも分かってきてですね、要するに今この領域内のここの高さっていうのを見ていくんだけど、それ別に延長してここで高さ見ても変わんなくないと。だってここ高さ一緒なんだから、この領域内の高さっていうのをここに延長したりできるわけですよね。だからどこで見てもいいんですよ、結局のその話。だから x 切片で見ても別に構わないんだけど、今なんで y 切片を取ったかっていうと、 y 切片がそのまんま k になってくれてるからですね。これ x 切片取ってあげると、これ k の半分とかになっちゃうんですよ。これ x イコールの形に直したら多分2で割るんで、マイナス2分の y プラス2分の k とかになるのかなっていう風になって、ここは2分の k になっちゃうんですよ。ってことなんで x 座標でここで見るのはちょっと良くないかなと。ってことで y 切片が一番いいんじゃないのと。だから領域ではみ出しても別によくって、あの領域内部の話でもここに延長してここで見ていくの方がなんか効率的なんじゃないっていう風に、そういう風になったわけですね。だからちょっと説明不足っていうか、まあ、反抗期の僕がちょっとあの抵抗してたのもわかるかなっていうような内容にはなってるんですけど、まあ、そういう風にして二変数関数の最大値っていうのは平面に落とし込んで二次元で地形図として考えていくのが一番いいんじゃないかなっていうのがわかるわけですね。まあ、そういう風にですね、二変数関数を考えるときにすごい便利になってくる等高線という考え方があったんですけど、まあ、これがですね、すごいいろんな使い道があって、その大学数学やっていく上で本当いっぱい出てくるんですよね。ってことなんで、それをちょっとチャートにまとめてみたんだと解説していこうかなというふうに思います。で、まあ、式で表すとこんな感じですよね。まあ、高さが一定で変化しない線ということなんで、まあ、fxy がコンスタントだよと。まあ、さっきは k って言われたんですけど、まあ、これを満たすような xy の軌跡のことをまあ等高線というわけですね。だから高さが例えば x2 乗足す y2 乗っていうふうに表されるんだったら、それが一定っていうふうにすると、まあ、こういうふうな円形のね、等高線が得られて、で、これをそのまんま、あの、応用する形で、まあ、さっきやったような二変数関数の条件付きの最大値とか、条件付きの極値っていうのができるわけですね。が、まあ、イメージとしては、こういうふうなんですね、地形があったときに、まあ、この中をちょっと登山ルートみたいな感じでね、gxy イコール0っていうふうにして、まあ、そういう曲線が与えられたときに、まあ、このルートの中で一番高い場所はって言われたら、例えばこの辺で見るんだったら、ここ高さなんか一定のラインありますよね。で、そこからこっちの方が高いっていうのがこう分かるわけじゃないですか。ここは高くて、こっち低いんで、これよりまだ高い場所あると。それでこう見ていった時に、ここまでちょうど接して、ここだったらどっちに進んでも低い場所しかないんですよね。ってことで、ここが最大になるとかっていうふうに、まあ解いていくわけですね。で、まあ、なんだろう、曲線と曲線が接する条件っていうので、まあ、後で出てくるこの勾配ベクトルっていうのを使うんですけど、まあ、そういう風にして応用が効くわけですね。で、あとはですね、この高さが一定で変化しないってことは、これ全微分を両辺取ってあげると、まあ、高さの変化イコール0って式が出てくるじゃないですか。まあ、こういうの全微分っていうわけなんですけど、xy が動いた時でもイコールコンスタントで成り立ってるんで、それの両辺引き算してあげると、まあ、全微分って言ってね、xy が両方動いた時の f の変化っていうのが出てくるわけです。で、それがイコール0になってて、で、これをですね、捉え方が2つあるんですけど、まあ、一方では、この df っていうのはね、変微分の足し算として、xy まあ両方動かすねんけど、x 動かした時の f の変化っていうのと、y 動かした時の f の変化、まあ別々に足してもいいよっていう公式があるんで、まあそれもまた今度ね、説明しようかなっていうふうに思ってるんですけど、まあそれイコール0っていうふうに捉えることができるんですよ。っていうふうになると、dx の前になんか係数がついてて、dy の前にまた変微分係数くっついてて、で、これが足しで0になるってことで、なんか見たなと、微分方程式のところで、完全微分方程式っていうのがあったんですね。
まあ、pdx プラス qdy だよと、 2xdx プラス 2ydy だよみたいな、そんなんあったんで、でそういうのとして見ることもできるんですね。で、まあなんかそれの、なんだろう、等高線の方程式なんで、これを解くって言われたら、まあ、これを満たすような f を求める、まあ、つまりは等高線を求めるってことになるんで、まあ、これもちょっとつながってくるわけですよって感じで、応用先がもう一個ありますよということなんですね。で、もう一個の見方としてはですね、この全微分が0って言った時に、これをまとめた書き方があるんですね。ナブラ F って言って、この係数の部分、X 方向の変微分と Y 方向の変微分っていうのを、まあ、2つ並べたベクトルをナブラ F って言うんですけど、まあ、これが勾配っていうふうに呼ばれてて、で、これと DR、今、等高線に沿ってこの XY を動かしたわけですけど、その動き方が DR だとして、で、その内積としてこの DF を見てあげることができるっていう公式もあるんですね。てか、まあ、これを変形しただけなんですけど、まあ、そういうふうに見ることができるんですよ。で、それで、ナブラ F っていうのを今取り出して、こう、図示してあげると、こういう流れ場みたいなのが得られるわけですよ。っていうので、今、ポテンシャルっていう考え方を使うと、電磁気に応用が効いてくるわけですね。で、今やってきた、山の話、お山があって、で、それの勾配っていうか、のがあったと思うんですけど、勾配ベクトルっていうのは実はですね、その、坂道の方向を表してるんですね。だから、例えばこういうふうな山があって、で、これを上から見たときにさっきこう、等高線引いたわけですけど、これの、坂道の上向きに向かってこう引かれてるのが、まあ、大体勾配ベクトルって言われてて、その坂の方向を表してるから勾配っていうのがあるんですけど、それをですね、逆に捉えてあげることができるんですね。まあ、つまり、例えばですけど、電荷プラス Q っていうのをここを置いたときに、ここからこうガウスの法則かなんかでこう流れてくるわけじゃないですか、電波っていうのが。それが電波っていうのがあったときに、これをですね、僕らの身の回りの状況と例えるような形で、ここもですね、電気的な地形があるから、こういう流れが発生したっていうふうに考えてあげることができるんですね。で、そういう比喩的な地形みたいなことを、まあ、一般に、まあ、スカラーポテンシャルとかって言って、まあ、スカラー場ですね。ファンクションっていうよりかは、まあ、フィールドに近いんですけど、まあ、こういうふうにして、坂道があるから、それに沿って流れましたみたいな感じで捉えることができるんですね。でそういうふうにして、まあ、それを式で書いてあげると、E が V っていう何かポテンシャル、山の傾きになってるようなっていう意味でこういう風に使ったりとかして、本当にですね、まあ、今書いただけでも3つくらいですね、大きい使い道っていうか応用先があって、まあ、これポテンシャルって言ったんですけど、流体力学でも似たような考え方があって、今流体で言うんだったらこれ湧き出しって言ってね、湧き出しとか渦とかね、発散とか回転とかなんかいろいろあるんですけど、まあ、それと似通った形でアナロジーとして電磁気を捉えていくっていうのもすごいやっていくんで、まあ、そういうね勉強にもなっていくんで、もうぜひ押さえていただきたいポイントなのかなっていうふうに思います。まあという感じでですね、詳しい話はまた今度しようと思いますんでですね、その時までお待ちいただければなというふうに思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。どれほど